狼流派のウィッチャーか。ここツタンにようこそ。ラザーラファークだ。リビアのゲラルトだ。威勢がいいな。依頼か？もちろん。言っておくが怪物狩りではない。だがそれでも興味を持つはずだ。私は鎧職人で、長年ウィッチャー用の鎧の設計図を探してきた。極上品質の伝説級のものを。聞いたことはあるが見たことはない。失われたものと。いや違う。幸運にも持ち主がツサンに来たことが分かっている。後に消えてしまったんだが、場所は分かる。必要なのは回収を手伝ってくれる協力者だけだ。場所が分かるならなぜ自分でやらない？悪く取らないでほしいが、私がそやな冒険家に見えるか。それに宿泊して探す間に誰がお客に対応する？私には無理だ。そういう事態に慣れている誰かに任せたい。設計図を持ってきてくれれば、それを使って何でも望むものを作る。設計図は全てなぜかトゥサンにたどり着いた。どうしたらそんなことがありうる？トゥサンにはかつてティエンセイルが住んでいた。すでに他界したが、伝説的なエルフの鎧職人だった。世界中からウィッチャーが鎧を作ってもらうために彼に会いに来たものだよ。聞いたことがある。最高の職人だと。それゆえに彼は自分の作品に巨額の価格をつけた。ウィッチャーたちは彼に払う金を稼ぐために困難で危険な仕事を請け負った。何人かは悲しいことに不幸に見舞われ、持っていた設計図は遺体と一緒にうずもれたのだ。分かった。遺体を探して設計図を見つける。だがその場所はどうすれば分かる？偶然にも私はティエンセイルのそばで仕事を学んだ。だから行方不明のウィッチャーの話を直に聞いている。彼の話では、まあそれを聞いたために自分で設計図を探すのを諦めたんだ。手を貸してくれないか？知っていることは全部話す。その代わり、あんたが設計図を見つけたらその写しを撮らせてくれ。エルフの名将はなぜ人間を弟子に迎えることになった？父は鎧を作っていた。若い頃私は父を手伝い、後に自分の作品を作り始めた。ティエンセイル師匠は私の作品を見て弟子として受け入れることを申し出た。何年も経った今になって、それが本当に名誉なことだったとわかる。悲しいことに師匠は後に命を落とした。知識の限りを授けてくれたとはいえ、私は師匠が生きている間にギルド長になるための条件を満たせなかった。業界で私に並ぶ者はいない。それでも伝説級の品質のウィッチャーの鎧を完成させるまで師と同等になれたと確信できることはないだろう。設計図はどこで探せばいい？死んだと思われるウィッチャー5人を知っている。それぞれ違う流派だ。狼、グリフィン、猫、クマ、そしてマンティコア。どれから始める？我が狼流派についてはどうだ？名はアドンだった。よく覚えている。師匠は彼を気に入って安全だが稼ぎのいい依頼を見つけてやった。その頃、考古学調査隊がカステルグローピアンからトゥサンに到着した。彼らはテルメにあるエルフの遺跡について師匠に質問した。師匠は現地の危険について警告し、付き添いとしてアドンを連れていくよう勧めた。どういう危険を言っていたの？わかるか？
テルメの地下にある部屋に幽霊が出るという伝説がある。それに真実が含まれているかはわからないが、学者たちもウィッチャーも痕跡を残さずに消えた。他のことについて聞きたい。じゃあな。良き放浪の旅を。学者たちはここで野営をした。辺りを調べよう。中の通路は理由があって封鎖されたと推測できたはずだ。ウィッチャーなしで入ろうとしなかったのは賢明だ。憎い化け物め。敵を埋めるために天井を落とした。自分も埋まる羽目に。
カバンはウィッチャーの持ち物のようだ。いや、捜索がうまくいくことを願うよ。何か作ってもらえるか？もちろん。じゃあな。良き放浪の旅を。